まあまあ、よいしょ。今日は日曜日、3連休のど真ん中ですね。今日はまさかの今日も寝腐って終わりました。悲しい一日悲しい一日ですよ本当に。今日は昼ぐらいからなんかいろいろ動くぞって決めてたつもりだったんですけど、まさかの終わりました。寝腐って、そんな日もあります。優しい。なんだこれ。 TikTok ライブも今から一緒にやります。なんかスピンすぎてさ、なんかやばいけど大丈夫かな。まあいっか。ライブは撮影可能ですか？多分撮影可能じゃない。来週22日と23のやつでしょ多分。もしかしたら1曲撮影可能とかっていうのはあるかもしれないけど、だけど全曲撮影可能はじゃないかも。両方とも。でもなんか1曲は撮影可能っていう風にやりたいですけどねっていう感じかな。まあでもその全部は撮影可能じゃないってことだけ分かっててもらえればって感じです。かわいいねリラちゃん、ありがとう。めっちゃボサボサドスッピンだけどてかさ、20わかんないけど私の感覚的に22日と23日、なんかみんな結構来てくれるのかなっていう感じがしてるんですけど、気のせいですか？寒い。寒すぎて私は今ベッドです。
あ、隠しすぎると暗くなっちゃうね。ベッドにいます。それですね、今週は2月14日にオンラインチェキ配信会があるので、あの皆さん遊びに来てください。やばい、ここ書いたからめっちゃ急に赤くなった。なんかもういつぶりか分からんけど会いたいです、やっちゃんね。えもうだからもういつぶりか分かんない人がいっぱいいるからいつぶりか分かんない人がたくさんいるので私も会いたいです、皆様に。みんなに会いたい。でも直近で会える日があります。直近で会える日がですね、2月22日と2月23日に直近でランリーと会えます。2月18日はトークポートをやる予定です。ポーズしてください。猫、豚、猿のポーズって何？猿。これで OK。 鼻めっちゃ赤くない？鼻柔らかいのかな？鼻柔らかい。豚ってこれか結構さ、うまくない？豚のポーズ。いやもうやっと会えるってのがすごく嬉しいですね。本当にやっぱりもう私は皆さんに会えないとこうなんかだんだんなんかこう沈んでいっちゃうタイプの人間だということに気づいた、最近最近気づきました。やばい、痛いなっていう気持ちがねありますよね。そうです、チームエイトでした。もともとは最初はそう、すごいものすごいお久しぶりな活動ですね。そうですね、今は地下アイドルになりました今はメインタイトルっていうグループで活動してます。すいません、こんなにボソボソで。本日なんかさっきご飯食べるって言ってなんか唐揚げ食べに行ってたんですけど、それ以外今日本当に何もしてなくて、まあ、メンバーと、あ、もうだからどこまで言っていいか分かんないんだけど、もういっか別にまあ新メンバーはもう決まってます。
新メンバーはみんな決まってます。まあでも当分はそうですね、あの今のメンバーだけでの活動になりますかね。可愛い子いますか？可愛い子います。まあもういや、多分デビューライブまでは新メンバーの子はあの一緒に活動しないです。デビューライブの時かな、多分お披露目は。そのか22日のライブも23日のライブもあの X に書いたんですけど、今のメンバーでの出演です。デビュー日はもう正直分かりません。私は分からない。なんか明日ミーティングがあるので、なんかその時になんかいろいろ言われるのかなっていう感じですかね。けどまあデビューライブは分かんない。いつかっていう感じですかね。今回はお披露目直後に辞める人はいないって信じてます。もうこれに関してはもう私が何も言えません。これに関しては何だろう、もうその人を信じるしかないというか、もう私に何も言えることはないですね。正直もうなんか本当にやっぱ人を信じるということですよね。それに関してはだけど、っていう感じかな。もう別にね、私もこんなに辞めると思ってなかったし、何が原因でいなくなったりしたんですか。ですね、まあ契約違反とか。何でいなくなったかもうさ、ちょっともう分かってるよ。何でいなくなったか分かってるけど、こっちはなんかどこまでなんだ、なんかどんな感じで公表してんだろう。まあ契約違反だったりとか、まあ契約違反だったりとか、まあまあそういう感じですね。
まあそうですね、本当になんかもううまくいったらいいなっていう、もうことしか言えないですよね。もう何も言えない。なんかその人の不祥事に関しては、なんだろう、怒るか怒らないかは多分ね、その子のその子たちの意識の差じゃないですか。うまくいかなかったらグループ変えたりするんですか。なんかグループ変えるっていうよりかは多分もうやんないんじゃないかな。わからないけど、まだ決めたわけじゃないけど、ちゃんと。けど、まあ本当に信じるしかないですよね。会いたいのでやめないでほしいです。かわいいね。ありがとう。なんだろう、やっぱりそのベクトルが一緒じゃないと結構まあきついよねっていうのはすごい感じたかな。別にグループ内で何かあったわけじゃないんですけど、そのこれから新メンバーとかと一緒にやるに、当たってなんかこううまくいったらいいねみたいないう話。ですかね。まあ難しいよね。でも普通に全くその知らない子たちとさ、一から関係性を作っていくって結構難しい話ですよね。まるちゃんもともと知ってて、そこからりあちゃん知りました。嬉しい、ありがとう。こんな髪ボサボサだけどごめんね。それまウニさんをさ外に放出させてるんだけどさ、めっちゃ基本的にフェレットって鳴かない、なんか声出したりとかしないんですよ。泣いたりとかしないんだけど、めっちゃクック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 クッって言ってる時はすごい楽しい時なんですけど、楽しい時とかなんか喜んでる時クッククック言ってるんだけど、今日めっちゃクッククック言ってる。クック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 クってすごい聞こえてくる。ランディ顔が大人っぽくなったね。そうかな。でも、まあ、もう少しで22歳になりますしね、私22歳になるので、逆にこれで17歳ぐらいと同じ顔だったらあれだよ、もう絶望。そう、今ネクステをねつけてるから、もうなんか髪の毛死んできたね、このエクステがどんどん。もうなんか見て、もう生活してるだけでボ
ボサ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 なっちゃう。そうだよ、だってもう何、あともう少しで10周年ですよ。このお仕事を始めてから、この仕事を始めてから10周年って早くない？怖いよね。でもなんか正直なところは、なんか私やりたいことがいっぱいあるんですよ。なんかだから、もしアイドルじゃなかったら、もしなんかやりたいことを多分片っ端からやってる気がする。もしアイドルじゃなかったら、やりたいこと、もうなんか最近考えてたのは、もうなんか、まあ大学途中まで大学行ってた、まあ、辞めちゃったんですけど、大学行ってたけど、なんか何かさ、やっぱ生きてる上でさ、その資格とかをさ取ってたらさ、結構この今もう職がどんどんなくなる時代って言われてるじゃないですか。ロボットとか AI とかに職を取られる時代って言われてて、でもさ、大体さ資格とかってさ、資格持ってたらさ、まあ、60になっても何十歳になってもさ、できる仕事ってあるじゃないですか。だから資格、 何かしらの資格取りたいなと思って、で何がいいかなって考えた時に、私結構なんかアトピーとか、まあ、肌がニキビ肌だったりとかして、結構昔からめちゃくちゃ薬とか漢方とかすごい飲んでた、まあ、今でも飲んでるんですけど、飲んでたりしてたんだけど、なんか薬剤師になろうかなとか思って言い始めてきて最近。なんか薬剤師、なんか薬剤師ってさ、結構なんだろう、人を助けるお仕事じゃないですか。私多分人をなんか助けたりとか、なんか人が笑顔になるような仕事をするのが好きなんですよね、多分。そう、好きだから、私やっぱり AI に薬は作れないじゃないですか。だからそのまあ6年かかるってのは分かってるけど、もうそのまあでも、じゃあ今年から受験勉強し始めて、来年合格して236年間、でもそれでもまだ29歳だよ。まあまあまあ、もう29歳にもなってますけど、けどまあまあ、なんかまあそういうのもありなのかなとか、まあ、考えてみたりしてみたりとか、もう普通になんかその経営者にもなりたい、起業したいなっていうのもあるし、なんかもうとにかくなんかやりたいこといっぱいあるかも。お兄さんがうるさい。すごい。家は今は綺麗今は綺麗だよ、家。けど基本的にあんま綺麗じゃないです。
全然広くない。なんかでも最近は綺麗にするように心がけてる。なんか今自分に余裕があるから多分。今は、まあ、まだ綺麗。クックいってる、クックいってる。てかもうとりあえず。でも本当にいっぱいあるね。起業したい、起業家になりたい。でも仮にもし18歳から薬学部行ってたらあと2年ぐらいで卒業できたってこと。だからやっぱりさ、時間の使い方ってさ本当大事だなって思いますよね。そう考えたら、まあ、早く やるのが吉ってことだよね。うん、でも起業したいのはある。でも言わないけど、あのここでは言わないですけど、なんか2つぐらいそのやりたいこと、起業したいことある。TikTok ライブ見てる人、いいねいいねいいねいっぱい押してくれると嬉しいです。いいね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 。でも誰かにお金は絶対出してもらいたくない。なんか人にお金出させるってあのやばいこと、やばいことっていうか、そのあんまりいいメリットがない、デメリットしかない基本的にっていうことがちょっと最近分かったので、あんま人になんか お金出させてもらいたくないですねもうそういうのもすごい大事だったと思うんですけど、なんかもうほんと自分の力でその資本金とかも、なんか最近分かったっていうのは、なんかそういう話を聞いたんだよ最近そういう話をなんか聞いたりとかして、なんかね、めちゃくちゃ信頼してる人とさ一緒にやったりするんだったらいいと思う、いいなとは思うけど、けどなんかそのとか、まあ心から信頼してる人とかだったら、全然資金稼ぎやってるとかじゃないですよ、まあ、全然。けどなんかそういうケースもあるよみたいな話を最近聞いて、なんか、まあ、絶対誰かから出資してもらったりとかするの私はやめようって思った。ランリーは芸能界には未練はないの、メンバーは卒
業しても芸能界に残るメンバーが多いけど、うん、っていうかまだ引退して引退させないで、勝手に引退してないですからね芸能界。まだね、まだ一応いますからね。やっほー。まあまあ難しいですよね、でもまあまあそういうのって。ゆうちゃんは頑張ってるよね。あそこでどこだっけ。やばい、急にド忘れしちゃった。急にド忘れ、急にド忘れしちゃった。どこだっけ。ダズリンだ全然出てこなかった。ダズリンです。ダズリンで頑張ってるよね。でも一つだけダズリンのね洋服去年買ってった。そのダズリンの展示会、ゆうちゃんがまだ働く前にダズリンの展示会に行ったことがあって、そこでその時にダズリンのお洋服一つ買ったかな。盗撮された話はもう聞いたっていうか X で見ましたよねそういうポストしてたよね。怖いなって思った。怖い。え、かわいいハンドハートありがとうございます。てかさ、そのまあ今からちょっとナイーブな話をしますけど、なんか結構さここにいるとさ痴漢されるとかさよく言うじゃんとか、なんかまあそういうさなんか危なっかしい話とかさなんかやっぱあったりするじゃん。でもさ一回もさないのそういうの、なんか痴漢とか痴漢とかなんかそういうなんかことデリケートな話、バカがバレる、一回もない。そういうなんか痴漢されたりとかなんか変な目にあったこと一回もないかも。女として魅力がないってことだな。あ、まあまあでもそれはそれでもいいかも。なんか別に見ず知らずのなんか人にね、なんかこの人魅力があるからとか言っても痴漢されるのとかもうねあれじゃん。あ、もうガードは硬い、ガード硬い、硬いのかな、ガード硬い。久しぶりに見ますね。スティービン・プラダです。あ、一回チェキ取りに来てくれた方かな。久しぶりです。でも外は結構出ますけどね、別に電車も結構乗ったりするし、っていうか私あんま家に基本的にいない、絶対に1日に1回は絶対外出てる。その電車に乗る乗らない置いといて1日に1回は絶対乗ってるかも。満員電車乗る、満員電車に乗る時間帯に乗ってないだけで。
でも電車とか結構乗るけどね。ああ、満員、まあ確かに満員電車って結構学生とか乗ってるもんね。なんか若い子とかさ乗ってるもんね。そうです、韓国から東京に会いに来ました。韓国から東京に会いにわざわざね来てくれてすごい嬉しいよね。また会いましょう、またチェキ取りましょう。どこで読んでる？今2つ同時にやってるから。二窓配信。すごい、めっちゃクックックック聞こえる。なんで今日そんなに機嫌がいいんだろう。なぜあなたは可愛いのですか。もうさ、なんかもっと可愛くなりたいって思いますよね。すごい、なんかまだまだ全然さ、そのやっぱり全然まだ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 だまだまだって感じ、思う。まだまだ。まだまだですよ。まあそうですね、若い、やっぱ若いのは今だけだからさ、頑張る。ノーさん、てかノーさんまだそのお酒飲んだはあれが初飲みってのを初めて知ったかも。なんかもうお酒飲んでたのかと思ったけど、まだ飲んでなかったんだね。初お酒だったんだね。
開催。てかその誰かとご飯とか行くってなってもお酒飲もうってならないかも。私はお酒はそんな強くないですね。強くない、普通。けどなんか飲もうとかは、なんか飲みたいとかはなんない。なんか例えば会食、なんかそのとか、なんかその飲んだ方がいい場面とかですか。あんまり飲まないかもしれないですかね。なんかその人とのなんか大事なあれとかですか。飲まないかな。っていう感じです。あ、飲み放題とか頼んだことない、全然。てかプライベートでお酒、なんか一人でどっかご飯とか多分外食行った時とかにお酒頼んだこと一回もないかも。人がいたらなんかたまには飲むかとかって言って頼んだりするかもしれないけど、一人でいる時になんか注文したことはないかな。本当になんか飲むとしたらお付き合いで飲むとか、もう仕事で飲むとか、そういう感じですね。以上。今は東京にいるよ。沖縄はいっぱい帰りたいなって思って、まだ年始にしか帰ってないです。なんかさ、帰りたいんだけど、めっちゃ帰りたいんだけどさ、もうなんかそのスケジュールがさ、やっぱりさ、なんか1日前にしか分かんないとか2日前にしか分かんないとかが多いからさ、いまだに多いから、なんかそのやっぱりさ1日2日前とかだったりするとさ、チケットとかもさ、やっぱ沖縄までってなると結構かかるからさ、なんかそんなヒュイって帰れないのがあれですよね。いや本当はヒュイって帰りたいよ。
ヒュイーって帰りたいけど、なんかもうかなんかヒュイーって帰るに帰れないってのはちょっとある。もうヒュイーって帰ろうとするともう最低でも 4,5 万ぐらいかかるからね。ヒュイーって帰れない。ヒュイーって帰れるように頑張らなくちゃいけないですね。そう、予定がね立てられないのはきついですよね、この仕事の。この仕事の難しいところは予定を立てられない。ウケる。ヒュイって言いたいだけ、言いたいだけだったのかも。ヒュイって。ああ、でも地震は少ないかもしれない、沖縄。あんまりなんか沖縄で過ごしてて地震うわってなったことあんまりないかも。確かに知れない。けどね、怖いよね地震も。最近も東京であったじゃん地震。かゆーい。12時超えたのでね、そろそろ終わりましょうかね。ではそろそろ終わります。では TikTok ライブの方から終わりましょうかね。よいしょ、見てくれた皆さんありがとうございました。またやりたいと思いますので、また配信したら見てくださいということで、おやすみなさい。あ、くしゃみ。あ、失礼した。バイバイ。おやすみなさい。終わった。終わったの巻。生きてるか心配になるからもっと配信して。分かったよ、生きてるよ。大西さんも木曜で卒業ですね。なんかさ、やっぱみんな卒業していくじゃん。みんな卒業していくからさ、やっぱりなんか寂しいですよね。うんうん。ということで、こっちの方も終わりたいと思います。ではランキングを読みます。13位梅こぶ茶さん、ありがとうございます。そして12位が、メーメロレースさん、ありがとうございます。そして11位が虹色の空さん、ありがとうございます。そして10位がルリルリちゃんアットマークリランチュー、イエーイありがとうございます。そして9位がサクサクさんアットマークリランチュー、イエーイありがとうございます。そして8位がマーボーさん、ありがとうございます。そして7位がフクックさんアットマークリランチュー、イエーイありがとうございます。そして6位がサルキチさんアットマークリランチュー、イエーイありがとうございます。
そして5位がキングスくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がおいちゃん、ありがとうございます。そして3位が浅間優さん、ありがとうございます。そして2位がトロさん、ありがとうございます。そして1位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございました。あ、告知、あ、そうだってかさ、忘れてた。そう、まずは2月14日にオンラインチェキサイン会が、何ヶ月ぶりですか、何ヶ月ぶり、3ヶ月ぶりとか、3ヶ月ぶりぐらいにオンラインチェキ会があります。まあ、なんか今回のテーマは、まあ、バレンタインデート服ってなってるんですけど、まあ、私はちょっとあのバレンタインコスプレバレンタインコスプレをしようかなっていう風に考えておりますので、皆さんあの要注目です。はい。そして2月22日と23日には台湾に出るので、詳しくは私の X を見てください。どこであるか、2月22日が五反田のライブハウスで、2月23日が代官山のライブハウスだった気がします。ので皆さん遊びに来てくれるととてもとても嬉しいです。よろしくお願いします。ということで本日はこの辺で、みんなおやすみなさい。さよならに、バイバイ。